俺結構評価低いんじゃけど、俺めちゃくちゃ好きなんよね。いや、柿沢秀幸です。お願いします。超個人的 MCU ランキングベスト 5!今 MCU 最新作エターナルズが公開中で、話題沸騰中の MCU、 まあ話題で言うと一年中沸騰しているマーベルなんですけれども、僕すでにこのエターナルズ2回見てきまして、1回目はドルビーアトムズとかいうちょっとよくわからないやつで、2回目が IMAX でね、もう映画自体もめっちゃ面白かったんだけど、意外とこのチャンネルで MCU 語ったことないなと思って、何回かはあるんですけど、もう自分の個人的に好きな MCU 作品とかを改めて語ることがなかったんで、今回ちょっとね MCU 自分の超個人的なね、あくまで超個人的な MCU ランキングをね発表したいなと思うんですけれども、まあ MCU 今熱いじゃない、まあ、MCU 見たことないよという人もまだたくさんいらっしゃると思うんですけれども、大丈夫、まだ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 追いつけますということでね、まあ、このランキングで興味を持っていただければなと思うんですけれども、最後の方にこのエターナルズの感想というのもちょろっと言おうと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。超個人的 MCU ランキング第5位はこちら、ドン、インクレディブルハルク。これ MCU 好きの中で結構評価低いんじゃけど、俺めっちゃ好きなんよね。まあこれに関しては100思い出補正です。これね、一番最初に見た MCU 作品ってなんじゃろうって改めて思い返してみたのよ。でこれまで全然覚えてなかったんじゃけど、多分俺の記憶が正しければ多分このインクレディブルハルクなのね。で当時俺ハルクっていう MCU とは全く関係ないハルクっていう映画があって、それをね伝えかなんかでレンタルしてみたのよ。でこのハルクが俺結構好きだったのね。いわゆるジケルとハイドのヒーローバージョンみたいな感じで、主人公の科学者が実験中にガンマ線を浴びてしまったことで緑色の巨人をハルクに変身してしまうと。なんでもない時は普通の科学者なんだけど、興奮状態に陥っちゃうとハルクになるっていう、そもそもこれ超能力系でなんか縛りがある、ルールがある元で能力を発動できるっていうのがこれめっちゃ好きで、まあスペックとかもそうじゃん。この能力を発動するために一定数の条件を満たさんといけんみたいな、でそういうのこれすごい好きなんですけど、ハルクなんかはねまさにそんな感じで、まあ怒った時にハルクになるっていう。ハルクのヴィランが今回のエターナルズの主人公にちょっと似てる能力で、触れたものの物質に自分自身がなることができるみたいな、液体に触れたら自分の体を液体にすることができるみたいな、すげえ強い敵なの。そいつとの戦いなんかも結構見物で面白かったんだけど、このハルクの方は割とねアメコミ色の強い作品になってたんですよ。でインクレディブルハルク、まあ、MCU の2作目なんですけど、これを改めて見た時にめっちゃスタイリッシュになってて、ハルクのビジュアル自体がすげえなんかね、進撃の巨人みたいな、エレンが巨人になった時みたいなフォルムなん、イケメンヘアで、顔とかもちょっとね凛々しいので、肉体もね、ハルクの方はちょっとぽっちゃりしてムチムチしてる筋肉なんだけど、ハルクはもうなんかバキバキで、そのなんかねバキバキの怪物感と、主人公エドワード・ノートンが演じてるっていうことから、今改めて見たらこう結構アベコベ感というか。でこれまあちょっといろいろあってね、エドワード・ノートン演じるハルクっていうのは MCU でこの1回きりだったんですけど、後にねマーク・ラファロさんっていう、まあ、有名な俳優さんが今はハルクを演じてて、もちろんマーク・ラファロのハルクも大好きなんだけど、映画自体はすごい好きで、展開とかもね確かなんかね血圧が200超えてハルクに変身するみたいな設定だったんよ。これはだから怒るっていうよりもなんか極限の緊張状態に陥ったらハルクになるみたいな、でその縛りっていうのは後半のヘリコプターの船で回収されていったりとか、中二心をくすぐる展開とか、敵のねアブミネーションっていう肌色の恐竜みたいな、すげえ気持ち悪い筋骨隆々の巻物が出てくるんだけど、ハルクのなり損ないみたいな感じとのバトルとか、後半なんか喋んのよハルクが必殺技話すとき、歩くスマッシュ、そういうちょっとダサい演出なんかも当時の僕には刺さって、この作品がね第5位にランクインしました。さあ続いて第4位はですね、こちらアイアンマン1。2008年に公開され長らく続いていく MCU の記念すべき1作目に登場した作品なんですが、まあ、その MCU における記念すべき1作目っていう意味合いでかなり意義のある作品にはなってるんだけど、まあ、それさっぴいてもシンプルにめっちゃおもろいやん。最初に拉致された洞窟みたいなところで、そのあり合わせの材料でアイアンマン作っていく。ここのね、なんかものづくりの過程が俺大好きで、ブリキのロボットみたいな感じなのよね。ただそのスーツで見事脱出して改めてアイアンマン作っていくんですけど、やっぱアイアンマンといえばね、やっぱその変身シーンっていうのはかなりファンの中で胸熱で、スーツケースみたいなのをね胸に当てて変身したりとか、チップみたいなの埋め込んで飛んでくるとかね、いろんな変身大喜利があるんだけど、俺アイアンマン1の変身がめっちゃ好き で、あのシーンって俺マジで映画史に残る名シーンだと思ってて、世界の一流クリエイターが本気出して変身シーン作りましたっていう、この少年心がもうブルブルに揺さぶられて、最初はなんかね吊るされてる状態なの、
こう吊るされて腕とかもちゃんと装着して最後に顔っていう流れなんだけど、その最後の顔に行く直前に吊るされてるところからちょっと降りるの、アイアンマン。そのディティールちょっとこうガクンって下がってガシャーンのよ。ワンチャンあのシーン見てるだけでアイアンマン作れるんじゃないかっていうぐらい最後までこだわり抜かれていて、ストーリーなんかはすごいシンプルだし、まあ一作目っていうこともあってね、やっぱアイアンマンのキャラクターっていうのもかなり強烈に残る作品になってるし、でまあラストのね、私がアイアンマンだって言った後ブラックサバスのアイアンマンでエンドロール入る、この一連の流れもうバチコリ決まっててクソかっこいいよな。続いて第3位はシャンチー。今年に公開されたばっかりの超新作ニューヒーローシャンチーなんですが、ベスト3にもキンキンの作品入ってくるんかいと思う人もいるかもしれないんだけど、めっちゃおもろなかったシャンチー。で僕ね、このシャンチーって MCU の中でかなり異質な作品になってるなと思ったのが、 MCU のヒーローって基本ヒーローネームっていうのがあるのよ。トニー・スタークだったらアイアンマン、スティーブ・ロジャースだったらキャプテン・アメリカ、ナターシャ・ラモノフだったらブラック・ビローとか、本名とは別にヒーローネームってっていうのがあるパターンが多いんですけど、シャンチーはもう本名なの。今までは偽りの自分を過ごしていたけど、シャンチーになって初めて本来の自分になれましたっていう、まだヒーローじゃないただの男の物語なんだよね。これに俺すごい胸打たれて、カンフーを巧みに扱うキャラクターっていうこともあって、まずアクションがめっちゃかっこいいよね。要所要所のアクションシーンっていうのがもう半端ないクオリティで、俺の中で勝手にあのドンキーコングアクションって言ってんだけど、ビルのなんか工事の骨組みかわからん、なんかなんでか知らんけど竹でできているあの骨組みをドンキーコングのプレイ画面みたいな感じで進行していくアクションスタイルとか、カンフーって従来は、まあ、ジャッキーチェーンとかもそうなんですけど早いんですよね基本。シャンチーは一発目のパンチ鬼スローなんよ。ワンパンチ目がスロー、これちょっと尖ってんな。ちょっとこう得意なねカンフーアクションシーンもそうなんですけど、世界を救うためにとかそんな理由じゃない、ただ家族のいざこざを解決するために実家に戻るっていう物語、自分の過去を清算するための物語になってるから、本当にねエピソード0にも近いんですけど、親父のかっこよさもそうだし、まあ兄弟のねその家族の物語もそうなんですけど、やっぱあのケイティね、彼女との関係性ね、ただ共にカラオケで歌えたらそれでいいよねっていう庶民的な幸せっていうのを追い求めるこの二人の関係性がたまんなくて、本当に等身大のキャラクターだし等身大の動機だしっていう、今後どういう形でアベンジャーズと絡んでくるのかなっていう楽しみな意味を込めて第3位にランクインしました。続いて第2位はガーディアンズオブギャラクシーボリューム2リミックス。これ最高だよな。でももちろん前作も大好きなんだけど、そもそも MCU って結構ね家族っていうのをテーマにしている作品っていうのが多くて、最新作のエターナルズなんかもそういったね、まあ、疑似家族とはちょっと違うんだけど、まあそういう家族的なね役割っていうのも果たしてるなと思ってるんですけど、これガーディアンズオブギャラクシーはその中でもかなりねチームである以上に家族のような関係性っていうのを強く推している作品になってるんですけど、アベンジャーズっていうチームがそもそも MCU の中で一個大看板としてある中で、まあ、アベンジャーズに参加する時もガーディアンってちょっと異質な存在じゃん。まあインフィニティウォーなんかは結構ピーター・クイルが先輩だったりして、ガーディアンズはアベンジャーズの一員っていう意識よりもガーディアンズの一員なんだっていう、俺たちは俺たちでやってるんだっていう意識が強かったなって思うんですけど、まあエンドゲームなんかはね完全にアベンジャーズの一員だったんですけど、そういうバックボーンなんかも含めてね、このボリューム2はじゃあ何が良かったのかっていうと、やっぱヨンデューよね。前作でさちょっとこう敵っぽいポジションだったヨンデューがラストの方でね、あのヤカっていう俺の大好きなあの能力を発動するときに条件が必要な、口笛を吹くことで初めて発動される矢かっていう武器、あの矢がめっちゃ強くて、ごめん口笛めっちゃ下手だった、俺の矢かこんなんやった、あのかっこよさで俺も射抜かれて、ピーターをちっこい頃から育ててきた、まあ、いわゆる育ての親みたいなポジションだったのが、ボリューム2では実の父親スターロードの本当の父親に会いに行くっていう展開になるわけ。エゴっていう星なのね、もう企画外やん。で、お父さん実は星でした。もうとんでもない展開になっていくわけ。そこで生じるね、チームの中での亀裂っていうのもちゃんと描いた上で、それらすべてをパックマンで飲み込んじゃうっていう。
もうガーディアンズじゃないとできない展開。笑い泣きしたし。最後ね、そのヨンディの人徳を表すかのようなラベジャーズの集合シーンなんかもめちゃくちゃ熱かったじゃん。エンタメ性なんかも超爆発してるし、やっぱりまあそのガーディアンズはなんといっても音楽っていうのが最高じゃない。このボリューム2はね、オープニングミスターブルースカイっていう、あのタイトルクレジットからもう俺爆発して、そっからのオープニングからは考えられないとんでも涙ラスト。全部詰まってんじゃん。起承転結と喜怒哀楽が全部詰まってんじゃん。完璧です。私、沖田祐樹が MCU の中で一番好きな映画はこちら、キャプテンアメリカウィンターソルジャー。キャプテンアメリカの2作目であり、監督はね、ルッソー兄弟が手掛けたというこの作品大好きです。 MCU ってやっぱり一個さ、キャラクターと思い出補正っていうのがみんなそれぞれ強いと思うのよ。やっぱそれぞれ推しのキャラクターっていうのがいて、そのキャラクターが単独してる作品だったらより一層思い出も強くなったりとか、あの日あの瞬間彼女と見たよ、友達と見たよっていう思い出なんかも入ってくる。そういった諸々の理由でね、ランキングっていうのが作られると思うんですけど、俺このキャプテンアメリカウィンターソルジャーはただ純粋な面白さだけで1位です。ぶっちゃけこれに対して思い出もないし、キャプテンアメリカが一番好きなキャラクターってわけでもないです。ただ純粋に面白すぎるから1位なの。シールドっていう組織、まあ、このシールドっていうのがアベンジャーズ自体もね、管理しているような役割も果たしてるんですけど、このシールドの中に今ヒドラっていうね、キャプテンアメリカにとっては因縁の組織っていうのが絡んでいて、実はシールドが内部からヒドラに蝕まれているっていう事実を知ってしまうっていう重厚なサスペンス映画みたいなプロットなのよ。で、そのまあ今までは自分の本拠地だったシールドから今度は狙われてしまうっていう、その逃避行っていうのを描いてるんですけど、キャプテンアメリカって俺すごいかわいそうなキャラクターだなって思ってて、シールドっていうのが60年間氷漬けにされてね、現代の世界に追いつけてない男の唯一の居場所だったの。そのシールドが因縁の組織に蝕まれてしまってるってめっちゃかわいそうで、さらにそのシールドがキャップを捕らえるために送り込んでくる刺客っていうのが自分の一番の親友だったバッキーだったと。俺たちのジェームズ・ブキャナン・バッキーが、優しかったジェームズ・ブキャナン・バッキーがウィンターソルジャーとして敵として現れてしまうっていう、この悲しさと、キャップ自身のキャプテンアメリカではない自分の人生っていうのを見つめ直しているという作品にもなってるのよ。おばあちゃんになってしまったペギー・カーターに会うシーンなんかはもう俺すごいショックで、ここまでスティーブ・ロジャースをかわいそうにするの、全人類の中で最もアウェーな男が自分のアイデンティティさえも問うような作品にもなっている。だから本当になんかジェイソン・ボーンシリーズとか、そういったね、作品の傾向に近い、結構ダークな物語になってるんですよね。だから今作って、ヴィランっていうヴィランが実はいないっていうか、まあ、もちろんヒドラがヴィランにはなるんだけど、いわゆるそのなんかこう特定のヴィラン、わかりやすいヴィランがいないのよ。信頼っていうのがヴィランになってる。テーマとしてものすごい重たいんですよね。あとまあファルコンね、後にキャプテンアメリカとなる、ファルコンの記念すべき初登場シーンにもなってると。左失礼。あのオープニングよ。あれがエンドゲームにも繋がってくる。でもエンドゲームで左失礼ってね、訳されんかったんよね。俺あれまだ根に持ってっから。ちゃんと訳してください。で、ラストね、その国に任しちゃいられない。私たちが守るって、高らかに宣言して、後にするナターシャの強さ、ブラックウィドウのかっこよさっていうのが、まあ、この MCU を通してアベンジャーズの存在意義にもなってるなって思うんで、MCU とか関係なしに結構俺、一映画としてすごい完成度の高い作品だなって思ってるんで、大好きですね。よっ。さあ、ということでね、まあ、あくまでも超個人的、私、沖田祐樹の MCU ランキングベスト5だったんですけど、よかったらみんなのも聞かせてほしいな、沖田。MCU 好きなんですっていう人はさ、自分のランキング教えてください。ここからはエターナルズの感想を語りたいなって思うんですけど、エターナルズ最高だったな。クロエ・ジャオ監督というね、まあ、アカデミー監督ですよ。ノマドランドという作品でね、その名を世界に轟かした監督なんですけど、まあ、結構下馬評では、ノマドランド味がかなり強いと。優位評価を聞いてて、で、俺ね、ごめん、正直、ノマドランドそこまでハマらんかったんよ。特定の家を持たずに、まあ、こう、キャンピングカーみたいなんで、各地を転々としながら生活している人たちのことをノマドって言うんですけど、そのノマドの人たちの生活っていうのをドキュメンタリータッチで描いている作品がノマドランドで、そのね、傾向がすごい強いですよっていうのを聞いてたから、ちょっと不安だったの。で、なんなら俺期待してなかったの。まあ、エターナルズは期待せずに見ようと思った。おもろいんかい。エターナルズ自体がもうノマドなんですよね。時代を超越しているノマドなのよ。人類を救うために派遣されているエターナルズが人間たちを襲う化け物から人類を守りながら、その文明の進化というのも手助けしている。
ある意味人類史のフィクサー的なポジションになっているチームなんですけど、今までの人類史を総だらいするっていうすごいスケールのでかい作品になってるんですけど、ここからちょっとね、若干ネタバレありだと言いたいから、まだ見てない人はちょっとここでやめてほしいんですけど、広島のシーンなんかも俺すごいびっくりしたもん。1945年の8月6日 MCU で見るとは思わんかったの。しかもそのアプローチっていうのも完全に悪しきものとして負の遺産として描いているっていうのも、アメリカ映画ではあんまり見ないようなアプローチで、もうここまでアップデートしてるんだっていうか、もうハリウッド映画ってここまで来てるんだっていう、その映画の見方自身もかなり覆している、結構解釈になってるんですけど、作品を通してすごく親和性が高い、まあ DC みたいなアプローチをね、マン・オブ・スティールのスーパーマンっていうのを一個神話として描いているっていう、そこのアプローチと、あとなんかね、こうエヴァみたいな、ラストなんかエヴァみたいだったじゃん、なんか。いや、真心を君にみたいなカタルシスあったやん。まんまレーガンを使うキャラクターとかね。多分 MCU で初めてスーパーマンっていう単語出たんじゃないかな。俺ごめん、そこへん、あやふやなんだけど、明確に DC 映画の固有名詞が出たのは多分今作初なんじゃないかなと思うんですけど、そういったいろんなカルチャー、いろんなコンテンツから引っ張ってきてるっていう遊び心もたまんないの。だから、すごい重厚でシリアスで淡々としてると思われがちなんですけど、そんなこともなくて、意外とね、そういうカルチャーが好きな人にも全然楽しめる内容になってる、エンタメ性の高さも最高だったし、でもクロエ・ジャオ監督自身がね、今作を撮るにあたってキャスト一人一人に綿密なインタビューっていうのを行った上で、このキャストの人間性っていうのも投影しているキャラクターになってる。だからまあアンジェリーナ・ジョリーのスター性なんかも光ってるしさ、一個一個のキャラクターをちゃんと深掘りできているっていうのがすごいなって。これだけの数いるのに誰もフックになってない。今後の MCU においてどういった位置づけで描かれていくのかなと、どういったポジションで、どういう立ち回りでやっていくのかなっていうのもすごい今後が楽しみだね。今後が見えない作品になってるなと思ったんですけど、始祖じゃん、もう人類における始祖みたいなポジションじゃん。だから一個ね、その神格化してるっていうか神様的なキャラクターなんかなって思ったら、劇中でね、結婚式とかお葬式とか冠婚葬祭の儀礼っていうのもちゃんと取り行うのよ。神様として描いているわけでもないんだな。それぞれのキャラクターを神として扱わず人として描いているっていうところがね、かなり面白いアプローチだなと思った。それぞれがそれぞれの愛っていうのを持ってるんですよね。恋愛もそうなんですけど、人間愛とかね、友愛とかね、あと愛憎とかね、いろんな愛っていうのがそれぞれのキャラクターに一個テーマとして乗っかってるなって思ったんで、そこのね、愛のアプローチの仕方っていうのも深いなと。掘れば掘るほど面白いところが見つかる作品になってると思います。まだ見てない人はね、ぜひ見ていただきたい。マジで MCU ここから熱くなると思うから、ぜひね、これを機会に皆さん見てみてください。そしてもう見てるよ、好きだよっていう人は、自分の個人的ランキングとかエターナルズの感想とか、もう全然コメント欄で教えてください。以上、起きてよきでした。バイバイ。